やっぱり水も相通ずるところあんねもね。そうですね。だから観阿弥山信仰というのは、ただ単にその山のその地域の重要な山をですね、あがめるというだけではなしに、その背景にはそこに住んでる人たちの、まあ、水源を確保すると、それから、まあ、滝木村というのはあるんで、それをうまく滝木でですね、あのかまどの滝木にしたりするね、うんうん、その滝木という地域もその麓にあるということは、そうかまど の, あの木をね、水と火と火がなかったら煮炊きできないから、うん、そういう面でもやっぱりその樹木を大事にする一つのまあ精神みたいなものがあって、麓に滝木という滝木の一休寺で有名ですけどね、まあそれとも通じるものであったということで、今現在ね、あの京都鍋市の皆さんもこの観阿弥山を大事にしてね、まあ正月のあれ2日でしたかね、3日でしたかね、あの初登山というのがやっておられるし、やっぱりそれによって子どもたちにもね、この山を大事にするというそういう精神が、まあ、養われるんじゃないかなと、まあ、思いますね。それは、うん、だからそういう意味でこれこういうふうにね、京都府田辺地方振興局なんかがね、観阿弥のこのこういうなこうパンフレットをね出したりね、その他ね、この観阿弥から見たらね、笠置山系やらな、綺麗ですもんね、綺麗だしね、あの陰炉がね、何まで大和まで描いてもね、陰炉が立っちゃる暇あるしね、そうですね、ちょっと遮るもとこが今気がなったるけどね、なかったらね、あの展望台が設置していただいてるので、うん、この山城平野、それから北の方の京都市内も望めることができますし ね, いいですね、だからこの観阿弥山というのはこの山城地域のどこからでもこの山が見えると、そうやいう、それから滝の方からでも、あの小さい時は遠足やらでね、そういう観阿弥山の向こうからやっておられますね、受け取るしね、うん、だからそういう意味では神の聖地っていうことには、神の聖地ということにはもうこの地域のね、田辺はね、ええ、まあ猪山は神の聖地とは言わないけど、猪山はまあね、古墳でね、古墳やからな、うん、で、あのちょうど宮巻のね、あの周辺がね、うん、ちょうど今猪岡山出ましたでしょ、猪岡山、そこから、あの高木のところ の, あの天神山、それから南山、うん、そううん、この3つがね、この山城三山になるんじゃないかなと、うん、いうふうに考えてるんですよ、うん、まあ、のろ昔の野呂次第やけどね、野呂次第でもあると、うん、まあ、それに観阿弥山も入れるということもまあいけると思うんですね、観阿弥山、猪岡山、うん、あそこからまあもう一、ね、つは、南山かね、南山アルプス、今はもう同志社大学ができたりして、南山アルプス、南山アルプス、あそこが今もう山崩れてしまったんですけどね、まあ、その3つをこう三角形にするとちょうどその辺りにあの筒木の宮があったわけですし、でそこにあの神宮皇后も普賢寺の三号がね、沖縄さんってなってるし、沖縄たらし姫の関係もありますしね、だからそういう面からいくとこの付近というのはもう奈良時代よりもはるかに古いそういう伝承がねあるんじゃないかなと、王神天皇まずったら酒屋神社もせやし、はい、王神天皇言ったらもう岩島で始まるんやけどね、こっち来てからもう王神さんまずったし、そうすると俺はいつも言うてんねんけど、あ、これは酒造りやしで、佐賀神社ではいいお酒ができたから神に奉納して、はい、やったと、その昔の当時たちはどういうのかな、葬られて猪岡山を葬られたと、はい、いうことやから、酒造りのこの山でもあるし、まあまあ、王神仁徳慶太の3つの天皇がね、この辺りでもううようよしてるようなね、そうですね、伝承はずっと続いてますね、それの聖地やということは言えるわな、うん、だからそのやっぱりそういう人たちがここへ中心としてやってきたということは、やっぱりそういう水の水質なんかも良かったんですよね、お酒を作るだけの、ね、だから盆地的にもちょうどよかったから、いい場所なんでしょうね、水の豊富な、何も良かったから、村上さんのところやらにも酒作ったりして、ええ、農家もそうやって下の清水があったかい、七つ井戸っていうのありますね、酒屋もできたしね、弥生時代からのね、うん、生活されてた後の酒屋もできたしね、酒屋もあるし、うん、七つの猪岡山に井戸があったということは、うん、弥生時代、あれはまあ古墳時代まで遡ってね、うん、あそこにまあ
木津川のほとりにですね住んでいた人たちがあんまいたのではないかと、で山崎神社には石棒というのが出てますね。 あれが出たしね、あれ京都府内でも一番大きい石棒が縄文時代の石棒が見つかってますし、で宮脇駅の昔はあんなんポツンと出たのはどこからか持ってきたんちゃうかという話も一時しとった人もあったけどね、うん、そうあんなもんはそんな簡単には見つからんのちゃいますあんなものは、うん、そうやっぱり、見つかったところがそんなもん自分とも疑われやからそんなもんそう持ってくるよな、そんなもん意味もわからんものであったであろうしね、うんうんうん、だからあそこにその石造りのお司と勾玉のなんか作りかけのあれが宮脇区画整理事業の時に見つかってますわね、勾玉が。でその山崎丘陵地のあたりで石造りの人たちがですねのいたんじゃないかということで京都府の埋蔵文化財の方がねまあおっしゃっておられたし、だから弥生時代だけだし縄文時代までまあこの付近はね遡れるんじゃないかなと。縄文の石棒見つかってますし、まだ今この付近は自然が豊富で開発がそれほどされてないので、その発掘すればいろんなものがいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからそれがまああまり開発するのも問題なんですけども、まあそういう意味で開発しやなまだ分からへんしね、分からへんですからね、開発してなかったらまあいろんなものがあるのは分かってるんだけど、まあ埋まったままになってるからね、だからそういうような見方をしていかないと、あれですね、まだまだこの南山城はそういう開発 の地下に何があるか分からへん、分からへんですね、まだ開発されてませんからね、うん、もっといろんなものが、ね、市内に出たいでさえもう今もう市街になったるけども、はい、立ち退けら何の時に掘り出したら出てくるね、出てきますもんね、うん、だから2メーターあるいはさらに4メーターほど下になってくると、うん、飛鳥のね、うん、奈良時代のものなんかが出てきたりしてますし、でしかも井手町にいらっしゃった密漁館大学の総長されてた谷岡健一さん、うん、あの方がちょうど井手町に住んでおられて、木津川のちょうど西側の方に不思議なその村があるということで、調査されたらですね、旧上里製の跡が田んぼのとこから見つかったということで、あの先生歴史理学の大家になられましたわね。その日がちょうど山本の林健三さんによって平野の開発の本のね日が経ってますわね、そのね古代上里製のここお日であったと、で山本駅があったということで、その山本駅からまあ今現在は私たちがやってるもう竹取物語のね沖縄の家が山本の近くだったとまあいうことが分かって、それをいろいろ調べてるうちにね竹取物語のまあ舞台にされたところであったとまあいうことが分かって、有名な門脇さんでも森先生でも否定してへんもんね。そうですね、間違いないと、違うとは言うてないからね。そうですね、だから山本というのは沖縄の山本の近くだったというようにね物語なんか書いてあるから、森越先生もねここはもう間違いないと、竹取物で隼人の竹もあると、で月読み神社も月もあるというところから、まあ、森越先生はその月読み神社のその関係でですね、大隅のいろんなそういう隼人の研究をされてたわけでしょ昔、うん、森越先生が、うん、だから、まあ、その関係でピンと来たんでしょうね、多分ここが山本近くであって隼人が介在してて、隼人が九州の方から来て竹を植えたと、それがやっぱりあの先生の一番得意なその隼人町のね、隼人の研究のまあ大家であるから、うん、だからそれでまたその大隅孫子を書いた西田直次郎さんもそれをね、ええ、強烈に書いた花が、そうですね、その弟子の上田正明先生もね、はい、師匠のことを指定もしてへんしね、はい、でまたまたその弟子の井上光葉もやっぱり、はい、それを覆ってるみたいも、ね、そうですね、後をついてね、全然してへんねんからね、今やっておられる、まあ、みんなその辺のいわゆるね、日本の中の朝鮮文化がああいうなとこにこう集まった人はみんな、うん、同じ考えや金太郎もせやしね、うん、上田先生もせやし、まあ西田直次郎さんというのがね、大隅孫子かなんか書かれたんですかね、そうそうそう、なんかあそこにこう長い間その寝泊まりして、いやいやそれはねちゃうんですか、下宿したりとか、下宿したりして、みんな森先生は書いたけど、ね、下宿してはらへんね、あそうなん、役場の職員のね吉田っていうのと、この間死んだ吉田さんと、はい、青村さんっていうのがね、はい、毎日自転車の後ろへ西田先生乗せてね、はい、死んだのを役場で送り迎えしとって、
ああ、ね、通ってはったわけですね、西田先生は。家は桃山の方やから、ね。ああ、そうなんですか。それで、あの、大隅孫子というのが、まあ、かなりね、古い時代にね、郷土史のね、うん、本ができたと。そこに、そこの桃山の近くに、入れたところに、私の、あの、母親の身内の、ええ、なんていうかな、身内のいとこが、あの星村の木村っていうところへ嫁いだのは、はい、その木村のおっさんの、あの、姉かね、なんのが、独身で西田先生のところへ、女中みたいにとって、奥さんやへんか何かで西田先生が手をつけはって、それからあの西田先生死んだ高い、そういう遺産的なもん、そういう面でもうたかな、どうかなということをね、聞いたりしてね。そういうつながりがあったんですか。その俺らのうちの親戚のつながりで、そんなんで、そんな妙なつながりは違って、それで、あの、大隅のことを非常に興味を持っておられたんですね。関係あったんですね。うん、いや、それはないけど、ね、関係ないんですか。大隅はことはね、あれね、なんか、あの、大隅孫子に書いてある、書いてあるけどね。あ、そうなん。頼んだ人は書いたんだけどね。はい。あの、上田先生は全くもう、西田先生のね、はい、あの、ほんまの弟子やからね、はい、あの、えらい悪いこと言わへんしね、またその通りやし、大した西田直二さんって大した人やってね、もうすごい人ですね、ほんですごい人やって、もうそれでそんなんで、そんな自分やから、もう、あの、執筆量は皆お米や、米何秒、うん、米何秒か西田家持っていたら金とちゃうねん。ああ、なるほど、うん、あ、米でその、あの、お礼をね、執筆代、執筆代はされたんですね、うんうん、何秒やよだ、あ、そうなんですか、うんうん、それはもう当時の、役場の、昭和15年から大隅の役場に入ってた人がこの足なってん、ま、あの、松井のこの吉田っていう教育、あの、局長な、はい、それはもう私が一番厄介になった人や、そやから、そんな人やら、また同じ役場の職員で、あごなさんっていう人も、これも、はい、あの、死んだけどね、その人からも2人から聞いてても、あの、同じことちゃった。ああ、そうなんですか。下宿したりね、あの、泊まったりしてんのはね、西田先生はそんなことしてはらなかったらしい。ああ、そうなんですか。やっぱり、あの、奈良殿から近いもん、ね、まあ、すぐ通えるからね、藤森からの方が、ね、はい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 、うん、あ、そうか、あくまで送っていって。でも上田先生は京都市内の方、上田先生はもう神岡の方にいらっしゃるんでしょ。うん、うん、今、菅野さんで、上田正明さん、あの、有名な、あの人は、ここ通っておられたんですか、大隅のところへ。上田先生なんてぶっと後や、そんなもん、ずっと後で、ないよ。あ、もう上田先生はね、菅野先生って、国学院が何か行かはって、はい、その、折口忍という、はい、あの、州、民族学とかの、はい、その弟子やって、はい、その人は結婚してはないわけ。はい、それから、その世話をするあのためにね、はい、上田先生はそこへ、あの、出入りして、その、釈長空の、あの、その、あの、何を、あの、家継いではったら、また別な言い方もしはったかわからんけども、亀岡の菅野さんなんか、お前はもう菅野さん継いでもらわなさい、帰ってこいということで、はい、わしは帰ってんと、ええ、その後、その歌作ってある、今でも元気に入れてある、これも菅野さんやけどね、あの、岡野博彦っていうね、はい、あの、もう長老の歌人がいんねんわ、ええ、その人が、あの、上田先生の代わりに、あの、そこ入るはって、ああ、あとすがれた、わしは帰ってきてんじゃはった。あ、それからがこの先生はしながら行動で、はい、それはもう上田先生の口から直接聞いた、あの、地名研究会のパーティーで酒飲みに、ああ、そうなん、うん、そんな話されたんです。うん、その当時は上田先生はもう京都大学はもう卒業されてたわけ。そう卒業されてからの話でしたね。それから、まあ、最後は勤めはんねんけどね、はい、あの、高校の先生らしてはって、ね、あ、そうなんですか、それから宮司しながらやって、やってはったからね。で、あの、そ、またそういう釈長空の関係もあって、歌人やねんは、歌も作ってはんねん。上田先生が歌手も2、3冊。あ、そうなんですか。触れてはるし、ね、それはもう、あの、歌人やねん。そやから、それは本人の口から聞いたしね。それは間違いない。わしの代わりに岡野君がいとんねん言うてね。あ、そうなんですか。うん、今上田さんがいらっしゃるあの辺りはその大本教のね、うん、古代の聖地のある神岡の場所ですよね、あそこね。なんか関係あるんですか。なんかそういうやっぱ古代の歴史とか信仰とかは同じやから。親戚で向こうへ行かはった、はい、その神社、そんなとこやからね。そうですね。神社の方針ならはったけどね。だから、あの、神岡のそんな小さな、なんやと思うわ。
あの目屋さんやと思うわ。普通の普通の目屋、まあ、まあちょっと大きめですけどね、うんうん、行ったことあるんですけど、はい、ああなるほどなるほど、うん、井上先生らがそれいてはんね。井上先生が一の弟子やからね、そうですね。井上先生はね味噌一文字は作らないけど、上田先生はもうあの、うん、そんなあの師匠の関係で歌作ってはん、ね、そうですか。でこっちわしがもうきつ帰れ帰れって言われたから帰ったから岡野君が代わりに行ってくれて言ってね、はい、それは直接くずれが聞いたしね、うん、またその通りは、うん、そうですか、うん、もう面白い話聞かせてきましたね、うん、今日はね。それから西田先生のあれはあの米要はしかしあんだけのものを調べてね、そのなんちゅうかあの文書が田辺で一番要件残ったったのはね、あの大隅やね。それは西田先生がそれを、もう大隅村がなくなる記念にあれを出さはって、はい、その資料は皆点々としてあるけど、今高野君が管理してるけどね、鑑別所に入れて、はい、もうあちこちこう移り住んで移ったけどね、うん、その時にね宮間際あの井上大樹というあの民族京都民族武士の、そうそうそう、あの先生がね、あの先生があの宮間際詩を書くということで、はい、あれとこの井の家のあの岡井利一って言うてね、はい、あのちょうどあの河合良一ってやなと心安よりももうちょっと先輩が出てたあの村長で、あのその井の家の酒屋の兄貴やね、弟が、はい、酒屋ついどんね、ええ、で兄貴はそんなもん政治国土やし文筆ばっかりやっと酒屋そんなんしたら家潰してしまおうって言うて、また父親違いの何やったかい、あの二人吠え出されて、あの酒屋の裏へあの家建てて、はい、そこへあの住んで、それから嫁さん綺麗どころからもうて、二回目の嫁さんをもうて、もう好きなことしてよくご存知ですな。いやいや、私の王子も、ああ、うん、その井上雷樹さんの、いやいや雷樹さんがねの関係の人たちがそこへね、はい、あの兄貴を岡井利一というのを済まして、はい、草内の村長を指して、はい、で昭和12年の、時代の村長やね、はい、ほんで B25 たときの村長や、でもう終戦 の, 12あの20年の12月に死んでね、井上に墓はんね、で弟は幸いなことにその酒屋を継ごったわけや、うん、そのおっさん一人のお母さんに向こうはん3人代わってね、ほんでその一番上の長男と次男とあの何違う境に、あの父親が違う境にうち養子に弟はケアされらって、で兄貴は家建ててもうて、小さな家建ててもうて井上分家しらって、まだ今だに土地もそのお母屋の土地もある。で一番最後 の, あの弟はあの自分の実の子やから、その子にあの酒屋継がして、ね、であの早水というのと石井という番頭当時頭をね番頭にして、猪野というと歓喜口を酒作ってらって、そしたらその石井あのたっちゃんたちやね、石井達道さんという人が何やねあのもう、まあ、今で言うたら副社長やね、はい、で子供ができて、はい、でその親方が岡井明道という人やね、当主はオーナーは、だから明戸というとはしっかりしてなかなかの人やから、その明戸さんをもうて今の市長の名前につぶらって、ああ、うん、あの井岡の今の市長、うんうん、ほんで3人兄弟の真ん中がおじいおしにくらっておじいが、ということはもう東村と井岡とそれから草内か、この辺りはこう一つの、まあ、あの権益ですね、うん、ここはね、うん、いろんな方たちがここから出られてるんですね。ほんでね、そこへその岡井利一というのはいろんな文人好きやったからね、はい、俺らそれその息子みたいに見えるけどね、あの何やねあのなんとかすごい心安して、あたか井上大樹さんが入って宮巻あの孫子を作られたんですね。いやいや、できてないですね。書く準備をしてって言うと、井上雷司さんは直接聞いたん。いやね、実はね、うん、私井上雷司さんのね、うん、あのこの地域の、宮里公というですね、こんな分厚い本がね、出されたんですよ。古書誌ってやつや。
50位、そうなん、うん、その本をね、とにかく求めるためにね、うん、私実はあの山本の宮沢を研究するためにね、その本しかね書いてないんですよ、古い、うん、でそこにいろんなことが書いてましてね、うん、でそれを見て初めてあの、京田辺のその佐賀神社のね、うん、宮沢を書くことができたんですよ、うん、その本をね、うん、もうどこの図書館行ってもなかったんですよ、うん、で唯一神田のね、あの風呂屋さんにあったんですよ。東京行った時にその本見つけた、うんうん、高かったです。あれ9000円か1万円しましたよ、うん、あの古い本、うん、そんなに部数出てないんですわ、うん、でこの地域のとにかくもうあれは昭和の初めですかね、そうそうそう、大正かな、うん、そうそうそうの頃のその神社神道の行事のいろんなもの、神仙とか詳しい載ったね、ものすごく詳しい載ってますね。あの草内の宮田もね、はい、年にね、6回ほどあって、はい、6回ほど、はい、それが今2ヶ月に1票だったんで、今 もう 1年にね、3回になってます。それは、ね、中身も変わって、料理にとってね、形だけはしてるけど、そうそうそう、それはね、もっと書いてあったわけよ。その時の記録がね、うん、もうものすごく詳しくね、その料理とか作るでしょ、集まらった時にね、その料理のどんなもんで、ね、新鮮はどんなもんを備えるかとかね、そうそう、詳しい書いてあるんですよ。あれ、あの当時よくあんなもん。ね、よく調べられましたね、あれね、私はね、あれ最後になった時かな、はい、村田大平さんがね、ええ、俺にプレハって5冊をね、はい、人に本あげる時にね、はい、後ろに書きますね、絶対そのモーダヒロはね、古本屋売るよね、これはいい方法やな、思ってね、なるほど、金典ぐらいでわかんねえ、ああ、金典であかんわけね、あ、それで村田さんがくれはって、俺もそれ大事にしてね、もうポロポロになった、あれ貴重な本ですよ、もうそれからね、武士のね、あんまり用ない頃やから、紙の質も悪いんですよ、ザラバリシみたいな、の表紙でね、静かにこうペーキめくらないとね、破れてしまうんですよ、それから東洋文庫から出た京都民族史というのも、民族史もあれ、これはこんな本やから、これはどこでも売ったったけど、それはあんまり大したことないね、いや、あの井上ライジさんは私今初めて名前聞いて思い出しましたから、それを井上のお母さんのところに泊まってね、はい、私ちょっと調べられたんですか、宮巻孫子を書くように依頼を受けてね、はい、やりかけてんては言うたと、それ頼まれ共同司会の講師に来はってね、あの井上ライジさん、それ宮巻孫子をその当時に書いといていただいたら、そうそうそう、もう我々が今一生懸命調べてるよりもその当時にはまだ残ってたわけですからね、そういう行事とかいろんなものが、うん、資料もあったわけだからね、すごいものが見つかってたかもしれませんね、うん、資料もその井上ライズさんが宮巻の資料を握ってはんのか、はい、お会が握ってんのか、はい、またそれ向こうへ返さはったんかね、本はできてへんからね、ええ、共同司会が講師に読んだ時にあといっぱい話し合いするやろ、その時に井上ライズさん、はい、俺にそう言わって、あんたお会さんの何か言うてね、俺の王子、ああそうですか、ほんでもうお会とこ死んだ時に、はい、もうおばだけ生きてた境に、まあ、あんた好きなもん持って帰りというようなことで、俺は五郎作札の本と、ええ、それから京都府の、まあ、牧村知事の見学をいつもかかったやつやら、ええ、井上剛やらね、ええ、田中義一やらの学とかそんなもんだけ持って帰って、で、おもやの井上の酒屋の奥さんは姉さんは星野なんていうか姉さんの師匠、今の有名な星野という詩人いるやろ、この詩人だけは下徳はいうことでね、なるほど、本やら年賀状の束やらもみんな私に持ってね、うん、そうなんですか、うん、いや意外な人が今ね、井上ライさんは何十年前やな、これも40年ぐらい前かな、30年か40年ぐらい前に、うん、その本にね、うん、あの時のね、あの方のその民族調査というのはね、今までにいろんな先生方の本を見たけど、あれほどきっちりとね、うん、書いてる本ないです。よう聞き取りね、はあ、まようできてますわ。うん、あれはすごい本ですわ。あれはほんま明治やな。そうですね。そう思います。